この試合にかける思いというのはあるんじゃないでしょうか。そうですね、まあ、今日の試合は大きなね、次のまたこう順位を一つ上げて、どんどん上げていく上でね、大事な試合になると思いますね。前半キックオフです。右にエンド、白のユニフォームがガンバ、左が仙台です。長いボールを蹴り出したガンバ、まあ、浜崎もね、いいボール蹴りますからね、はい、コーナーキックのチャンスを得ています仙台です。今度は頭を越える、ヘッド、先制ゴール、ピンポイントで合わせていきました。ゲデス、いや本当非常に、ね、質の高い、まあ、ボールでしたけども、やっぱこの入り方ですよね、ゲデスのね、この入り方非常にうまかったですよね。視界から完全に消えている中でね、ディフェンスの前でしっかりと競ったというところでね、しっかりとゴールできたと思いますし、まあ、このゴールの前にもやはりあの 西村からの素早いリスタートからゲデス、そしてコーナーキック、大野瀬、中ターンスルー、シュート打てるか、倉田が寄せましたが、ここで山本フェイクを入れて、ここでシュート、なんと J1 初スタメンの山本が J1 初ゴール、これが貴重な同点ゴールとなりました。出た、いいミドルシュートだったと思いますよね。まあ、ただこのシュートに行くまでにもね、やはりあの井出口が途中でボールをカットして、そこからしっかりとボールを回しながらゴールまで行ったっていうね、素晴らしい形でしたよね。宮本監督のスタメン起用に応えるに挙げました。そうですね、ここからがいよいよ勝負ということになります。コーナーキックのチャンス、宇佐美が蹴ります、精度があります、山を越えるヘッド、いい、ここで決めてきた、アデミューソンが押し込んでいきました。これで4試合ぶりの複数得点となりました、ガンバです。誰ですかね、飛び込んだのは三浦ですかね、まあ、そのこぼれに対してアデミューソン、まあ、冷静に決めましたよね、まあ、やっぱりいい流れの中でリスタートをもらえる、コーナーキックをもらえるっていうと、やっぱりこういいゴールも生まれたりしますからね。動き出す、中央に行く、中に送り込む、こぼれている、ゲデスか、パンチング東口、ここはよく手を伸ばしました。いやー、ナイスキーパーでしたね。三浦戻る、西村キープする、あー、いいキープでしたね、下げて八塚、中央ゲデスいる、ゲデスいる、ゲデスヘッド、うん、ここは東口、はい、コースを読んでいました。ガンバディフェンスをもっとね、自陣の方に押し上げたいですよね、はい、コーナーキック、浜崎ヘディング、アデムーソンハンド、あー、ここはハンド、 PK となりました。ここ、あアデミューソンですか、アデミューソンですね、このクリアボールがキッカー西村です。弾いた、東口、いや素晴らしい、折り返す、まだ続いている、折り返せません、シュートはここも弾く、関口、最後ボレーシュートに行きましたが、東口止めました。後半のキックオフです。仙台のキックオフで始まります。柳が前に長いボール、ゲデスを狙います。パトリック入れ替わった、うまい、さあここ中行く、渡辺、いやー、よくブロックした、八塚よく守る、八塚の戻りましたね、よく戻りました。渡辺、一馬とパトリック前線、セル、倉田、拾って倉田、シュートモーション、ここでシュート、うまいな、これがガンバの個人技、かわして3点目、倉田が決めてきました。抜群ですね、これ。
慌てないしっかりサイドを狙うというねところ良かったと思いますし、このゴールに行く前にやっぱりこうパトリックが中盤で潰れてしっかりとねボールをね、自分たちのマイボールにしてるんですよね。前つけるか、兵道マイナスボール、井出口拾う、井出口、渡辺、パトリック中に入る、渡辺深いところからマイナス、パトリックはここで押し込んだ、井出口4点目。中盤の要がゴールでも今日はこっちも狙ってましたしね、非常にいい攻撃だったと思いますね。ただ本当にあの前線の2人がね変わってからまたちょっとガンバもね息を吹き返したなっていうところはありますよね。やっぱこのパトリックとの2人がねしっかりと前前線でボールをキープできているっていうところは大きいですよね。やっぱねちょっと久しぶりに見てみたかったなっていうのはありますけどね、はい、ここで試合終了の笛です。8月苦しんだガンバ、今日は今シーズン最多得点の4点を挙げて快勝となりました。これで